とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー、登っていこうと思います。残り、2日か。今日、明日で終わりだよね、タワー。なので、今日こそは、ちょっと出てほしいところですね。では、20周、いつも通り、行きまーす。一発目、おーおーおお来た、あーいやちょっと違う、いやー、うわー、マジか。いや、誕生と終焉の、リフレッシュがね、黄金で3ついてんのよ。下に火力が、まあ、追い打ちいいね、いや、使えるよね、重力旋風かな。まあ、リフレッシュと追い打ちはいいよ。リフレッシュ追い打ちはありあり。で、残り2つが、まあいいんじゃないですか。誕生と終焉すっげえ探してたから、いいと思います。まあ他のやつはよろしくないね。使ってみよう。強いかもしれないんで、ゲットです。一発目からなんか出た。よし、2回目、1回目よかったな。一発目からいいの出たな。おー、でここでもレイピアと骨コンボどう。これは良くないな。次、よくないか。よくないか。虚無重力輝きついてるね。あとね、黄金に弱体化だ。黄金に弱体化でよかった。でも使えるぞ、使える。虚無でしょ、重力輝き、いいじゃない。今回出るぞ。武器2つ目、これなかなかいいの出た。3回目もちょっと期待できるぞ。行きましょう。いい感じ。3回目、ここは外れだな。ここはまあ、外れでしょう。はい。クールダウンなし。オッケー。まあ、最初の1回目、2回目ですごかったからね。これ、まだ来るかもしんない。次行きます。これは違うでしょう。これは違うよ。はい、次。5回目はこれか。クールダウン。おお、クールダウンがつくようになったか。今回防具もチャンスがあるんじゃないですか。いいよ。でも1じゃちょっと微妙なんだよね。せめて2。せめて2あれば OK。魂フィストいらないな。でもエンチャントいいな。エンチャントはいいな。次行こう。いや。締め具にリフレッシュは良くないよ。良くないよ。次。マウラーズ、ダメ。無限ダイナモもできないし、ダメですね。下のエンチャントはまあまあだけどね。でもリフレッシュはいらないんだな。はい、次行きましょう。これが7回目です。いらないかな。よろしくありませんね。次行きます。どうでしょうか。わ、なんだこれ。メイス多め。メイス多め。お、痛みがついてるね。痛み。いや、まあ、もちろん使わないけどね。いや、でも、意外と強いかもしんないよ。いや、どうだろう。そうでもないか。痛み、虚無、追い打ち、リフレッシュ強。いやー、まずチェーンが俺嫌いだから使わないわ。で、次行きましょう。まあ、バーストボーストリングだけですかね。いりません。影はまあいらないな。グリム、クールダウンなし。
ですね。うん、まあ最初のうちはちょっと調子良かったけども、ちょっと失速してきた感があるかな。まあまだある、まだある、まだ行こう。折り返しの10回目クールダウンなし、こっちもなし。ハープ、ハープだったらば、そうだね、ダイナモ貫通マルチショット来い。うん、全然ダメだ。ということで後半戦も頑張ろう。それでは後半戦残り10回。今回武器多いね、武器多い。いやーもう武器も嬉しいんだけどね。どうでしょうか。ベノムグレイブはまあよろしくないよね。ブロードソード、虚無さん。リフレッシュついて、あー一番右が良くないな。心奪うもの爆発か。いやーこれはダメでしょうね。はい、次。次はどうだ。おお、クールダウンつくようになってるよ。いいよ。でもまあ使わないけどね。登山もいらない、クールダウンがついてるけどね、もともとから。でもダメ、心奪うもの爆発1か。下のエンチャントは悪くないよね。虚無、ガードストライク、リフレッシュ、いらない。次、いまいちだな。いまいちすぎる。よくないね。あー、おーおー、リフレッシュさんが黄金に今日はなんかつくね。つくよ。でもまあ下のエンチャント微妙だし、斧自体まあいらないからね。はいはい、まあまあいいんじゃないですか。次行きましょう。もう一個ぐらい欲しい。もう一個ぐらい。いやでもこれは微妙だな。イカダメ、リゾルト、あー、いやどうなんだろうな。まあそうだね、これは輝きが合うからいいだろうね。輝き、クリティカル、凶暴か虚無。いやいや、いらないかな。まあ重力はまあいらないわな。多分使わないだろうけども、まあまあマシな方だとは思います。ゲット。次いきます。次も微妙か。虚無1ダメだね。フロスト、クールダウンなし。シアダが、シアダがどうなの。いやいや、まあまあ言うても一緒だからね。最後が旋風になるだけで微妙だよね。クリティカル、虚無、いや、よくない、よくない、よくない。はい、次行きます。どうだ？ダメか。出た瞬間わかるね。ダメだね。いや、よろしくない。次。どうだ？おお、やっぱりリフレッシュ3つくね、今日。やたらつくね。でも、いや、まあまあいいのか、スイフトストライカーに。火力はね、意外とあるっていうのは分かってんだよね。スイフトストライカープラス、虚無かな、虚無。真ん中となるとこれは吸血かな。いやー、これは良くないぞ。ブロードソード、重力3。火力がいまいち。ハープ。ダメっすね。残り3回惜しいね。まあクールダウンついてないからダメ。反逆者もダメ。あー、なんかね、ユニークじゃないやつにクールダウンがついて、ユニークにはつかない。なんかちょっと調子が悪くなってきてるぞ。後半戦あと2回ですね。いきましょう。残り2回、ラスト2回。重力1ついてるっていうのはいいけども、いや使わないかな。流れ込む魂ないしね。
輝くハープも特にいいエンチャンはついてません。幸運よりもささやくなんだよね。あれエコーついてるからなかなかいいんだけども、こっちは良くないね。エンチャ自体はねなかなかと思うんだけど、よろしくありません。次ラスト、それではこれがラスト。クールダウンついてないよね。だよね。ダメです。スライサーもちろんダメ。フロストバイトも弱いしな。良くなかった。最後良くない。最初がすごく調子良くって。まあまあまあいいんじゃないですか。誕生と終焉出たし、レイピア。いてつく金属変化。あっちの方だな。あの二つは多分使えると思う。うん。間違いなく使えると思うんで。あれは今度ちょっと使ってみようと思います。いい。ようやく出た。シーズン9で良さそうなのが出ました。まあ明日もあるので明日もやってシーズン10を迎えたいと思います。ではやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。